はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。今日はハイエースのシャンセード、シャンセードシャンセード で、このハイエースのサンシェードなんですけど、今回まあ UI ビークルさんのサンシェードをあの車1台分全面分購入しました。で、安いのから、まあ、高いのまでいろいろあって、で、あの機能性とか、まあ、コスパとか、まあ、利便性、あと、ね、そう夏用冬用を考えた時に、やっぱりそれなりにあの高品質のものがいいかなと思ってですね、まあ一旦やっぱり安いのって言っても1万円ぐらいしますので、それで失敗したなって言って高いの買い替えるとやっぱりその分無駄になっちゃうからですね、あのまあ、ちょっといい方のものを買いました、でお値段はまあ約34,000円、送料込みですね、送料込みですね、はい、で34,000円のものを購入しました、あのまあフィッティングはかなりいいみたいです、口コミでは、まあ、口コミではですね、で、あの動画で確認してもやっぱり結構良くて、あの日中でもですね、あの車高性も結構高いみたいで、車内を暗く保ってくれるということで、あと夏場はあの車高と断熱効果もあって、あと冬場はですね、あの保温性もやっぱりあるみたいで、あの窓からの冷気をシャットアウトしてくれるっていうか、まあそこら辺も期待してですね、若干ちょっとお金をかけました、もう手作りでカーテンとかでっていうのも考えたんですけど、いやちょっと長い目で見た時に、いやこっちがいいよっつって、もうこれを買いましたので、ちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、それでは早速ですね、購入品の紹介をしようと思います。あ、これまず、説明書、取り付け方の説明などがいろいろ書いてあります。はい、こんな感じですね。で、中には、吸盤がくっつきにくい場合に貼る用のフィルムも入ってます。はい。で、お次は、フロント、運転席側、助手席側の、サンシェードですね。が3枚分と、あと吸盤。18個、はい、20って書いてありますけど、うん、はい、お次はですね、リア5面分のあのサンシェードになります。で、うちの車はパワースライドなしの小窓ありなので、その設定で選びました。小窓ありなしがあって、まあ、そこら辺を購入する場合はちょっと注意しないといけないですけどね、で、リア用の吸盤になりますね。はい、説明書も、はい、一緒に入ってます。で、最後に収納袋ですね、で、以上が購入したものになります。こんな感じで1枚ずつですね、あのどこの部分のサンシェードですよっていうのが書いてあるんですよ、このタグの後ろにですね。これはかなり分かりやすいです。まあ、この見方で言うと、ここがあのハンドルですので、まあ、運転席側ですよっていう感じですね。一旦このような感じで取り付けました。まあ取り付けは早かったね。吸盤付けた感じはですね。はい。はい、じゃあ早速前だけちょっと付けてみようか、はい。それではですね、運転席が付けたいと思います。サイズ的にはやっぱりちょうどですよね。めちゃくちゃフィッティングします。こんな感じで。ほら、きれいに収まったね。きれいに収まった。そしてまたこのタグがちょっとかっこいいですね。ちょっと閉めて。あ、外からも。あ、全然だね。全然。いいね。はい、中が全然見えませんね。やっぱりアンテナのところに干渉してちょっと吸盤がつきにくいですので、今度ですね、あのフィルムを貼りたいと思います。なんかもうここはこいつで押さえるしかないかも。まあね、止まってる時だけだろうからね。そうそうそう、これで、もうしょうがない。はい、でちょっと閉めます。おー、暗い暗い、いい感じ。あー、すごい。前線3面貼りました。
はい、それではこっちのスライドドアの方ですね、あのつけていこうと思うんですけど、まあ先ほど冒頭で言いました通り、うちのこのドアはパワースライドがついてなくてイージークローザーのタイプのドアになります、うん、ですので、まあ、両サイドですね、あの小窓がついています、うん、こっち側もね、はい、で小窓用のこのサンシェードを、まあ、注文しております。こんな感じで綺麗にはまりますね。で、この窓の方なんですけど、あのペリペリがついてるんですけど、うん、ペリペリっていうのかな、マジックテープ、ね、マジックテープですね、うん、がついてる方を正面に、でこの横中に入ってるんですけど、うん、こんなような形で取り付けます、小窓に対してですね、うん、でここら辺がよくねちょっと分かんなくて、まあ、一か八かで買ってみたんですけど、まあ、こういう風につけます、こうね、うん、で今度はこの後ろの方ですね、うん、もうここにマジックテープがついてるんですけど、これが正面に来るように、内側にでしょ、内側に来るように、内側に来るようにマジックテープがですね内側に来るように取り付けます、はい、あら、やっぱ月が悪いね、そうね、こう、こんな感じですね、うん、はい、で、窓を開けるときは吸盤のこれがある方、こいつ、うん、がある方を引っ張ってあげると吸盤簡単に取れるんですよ、うんうん、で、これをここを取ってあげてこういう風にですね、うん、で、窓を開けます、はい、で、先ほどのマジックテープにつけないといけないんですけど、これが逆ですね、うん、内側に来ちゃいけないんだね、うん、ですね、間違えてました、すみませんでした、まあ、タグが内側に来るようにつけましょう、うん、で、窓を開けるときは、うん、こちらを取ります、こう取りますね、取って窓を開けます、うん、で こちらのマジックテープとこちらのマジックテープですね、うん、をこのようにくっつけるとこうプラプラしないっていうこの吸盤がですね、うんうんうん、これものすごく考えられてますよね、で、うん、まあ一杯開けたらこうなんですけど、うん、一杯開けても全然つきます、はい、うん、ね、で車中泊とかさ料理するときはもうこんな感じで、そうだね、うん、網戸入れてもいいし換気扇はめてもいいし、うん、もう終わったら普通にもうこれでこう戻してまた吸盤をこうつけてあげれば、うんうん、つくっていうね、はい、はい、それでは後ろの方をつけていきます。じゃあそれでこいつを取りましょうか、うん、一旦あそこ取れてる、取れてる、あ、取れてたね、こんな感じです、はい、取り付けました。ここにポッケがついてますので、まあ、こんな感じですね、いろいろ、まあ、入れることができます、まあ、これは地味にちょっといいよね、ね、うん、そうだね、まあ、ティッシュなりなんだり入るじゃん、うん、そっちに棚をもうつけなければそこにポッケがあることでだいぶ違ってくるよね、うんうん、まあ、これはこれでいいかもね、うん、どうしようかな、まあ、作った方も全然ね不自由してないんですけど、うん、まあ、どっちでもいいかなっていう感じ、そのままの状態がこんな感じなんですけど、うん、まあ、これも遮光性結構いいから、うん、一旦こっちはこのままで使ってみる、まあ、ここに、まあ、こっちはキッチン側だからね、そうそうそう、そして、ね、油とか飛んだりするかもしれないから、うん、これでちょっと使ってみようか、うん、そうだね、また何か問題があったらまあ交換するなりなんなり、うん、え、じゃあ反対側はもうこれに交換、これは一旦ちょっとこれで使ってみようかな、うん、こうやっぱりポッケがあるっていうのをさ、うん、ちょっとまあ、ありがたいからこれで使ってみたいっていうのはあります、はい、ではとりあえずはリアをつけます、うん、ペタッと、
月替わりです。おお、早いね。早いよね。うん、閉めた状態でもつかないことはなかったんですけど、分かりやすく今、うん、開けた状態でつけてます。いいね。うん、終わりました。はい、そのまま閉めてみる。うん、まあ、後ろも遮光性はいいですね、うん、やっぱりフィッティングバッチリです。うん、で今あのこっちの運転席の後ろが空いてるので、うん、ここちょっと閉めたいと思います。はい、ほう、真っ暗。真っ暗、うん、こういいですね。うん、まあ、若干隙間から見えますけど、まあ、全然正面の方はやっぱりあれがあのガラスが大きい分ちょっと明るくなってるね。うん、そうだね。シェード自体が赤っぽくなってます。まあ、全体的に見てもすごいやっぱりいいですね。うん、いいね。ちょっと開けます。はい、はい、それではこのサンシェードをですね、今全面つけている状態でリアだけ、リア あのドアだけ開けている状態で撮影してます。うん、で今から全部取り外して。全部じゃないでしょ。あ、そこだけ残してたね。ここは残します。うん、残してどんぐらい変わるかですね。うん、全然やっぱ暑い。暑いよ。あ、すごい暑くなるね。暑くなる。これすごい。これはすごいよ。掘ったらすごい暑くなるじゃん。なる。え、まだ3月だよ。それもさ、4月にも入ってないこの気候で。つけてすぐ、うん、窓開けてない状態で、うん、涼しくないっけって言い出して、うん、そうかなって思ってたんだけど、うん、全然暑くならずに、うん、今これを撮ったらすぐ暑くなって、めちゃめちゃ暑くなる。やっぱり窓からの影響ってすごいんだね。熱気っていうかね、うん、窓からすごく温められるんだろうね、室内の温度がね。まあ、今は窓開けてるから涼しいですけど、うんうん、さっき閉めた状態だったんですけどね。あ、全然すごい。すぐ暑くなった。こんな効果あるんだ。すごいねこれ。こんなに大きな収納袋なので全部入り込みました。これは上に直そっか。はい、あ、ここにあったんだイヤホン。探してた。あ、そうなの。なくなったと思ってた。いつも持ち歩いてるイヤホンがなくてね。うん、車の中も探したけどなかったのよね。ここにあったんだ、よかった。それでは今一旦全部取ったところなんですけど、はい、3万円というお値段どうでしたでしょうか。うん、まあ良かったです。まあ、トータルで見ると安くなったんじゃないかな。うん、で決してまあ安くない金額なんですけどね。うん、34,000円、送料込みですね。うんうん、まあ、車高断熱保温っていうところで見ると、うん、とりあえず、まあ、車高断熱ですね、うん、で面で言うともうすぐ効果が見られました。うん、見られたね。うん、3月末のこの時点で、うん、今日の気温何度だろう。20度前後かな、まあ、体感。うん、そうね、うん、20度はいってると思うね。そうですね。うん、で車内温度は多分それより若干高いかなっていうぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ、このサンシェードをすることによって、うん、もうすぐ体感できましたね。うん、まあ、何度っていうその実測データはないんですけどね。うん、だし、まあ、車高もこんだけ良ければあの外からの目っていうのもやっぱり遮られてるので、うん、サービスエリアとかパーキングエリアとか、まあ、そういうとこで寝る場合も、うん、あの人目を気にせず、まあ、中でゆっくりできるのかなっていうのはありますね。うん、そうだね。はい、まあ、フィッティングもバッチリだし、もちろん専用設計っていうこともあってですね。うん、まあ、だからまあそういう点で言うと、まあ、自作でももちろん安くできるんですけど、うんうんね、もう本当に、まあ、本当に長い目で見るといいのかなと思います。
まあ、あとはどの程度長く使えるか、まあ、多分色あせたりとかそういうのも多少なりともあると思いますので、まあ、そこら辺も含めてまたあの数年後ちょこっとまあレビューでもできたらなと思います、はいはい、ということでですね、今回の動画が良かったらいいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いしま す、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sun.